こんにちは。いつもありがとうございます。先日、今年のヨガフェスタ横浜2014年ですね、ヨガフェスタ横浜2014、私も忙しいスケジュールの合間でもうバタバタしていたんですけれども、ほんのちょこっとだけ顔を出してまいりました。いろいろな目的があってヨガフェスタに向かったわけなんですけれども、その大事な目的のうちの一つがこちらのヨガマットを手に入れることです。これはですね、ヨガマットをはじめプロップスなどグッズの老舗としてとても有名なアメリカのメーカー、ハガーマガーの日本法人ですね、ハガーマガージャパンが、ハガーマガーの技術、歴史を生かして作った日本のマット、その名も、ブランド名はヨガーラシーラスマットという商品名で売られているこちらのマットなんですけれども、美しいグラデーション柄、これは日本の薄雲をイメージして作ったものなんだそうです。こちらはですね、パープル系の色、私紫色がとても好きなので、前のマットも紫色を使っていたんですけれども、ちょっと古くなって傷んでしまったので新しいマットが欲しいな、あ、だったらヨガフェスタでヨガアーラのマットを買おうと思いまして、この度念願かなって手に入れることができました。でこちらのマットですね、この紫系統の他にブルーの薄い青系統のグラデーションのものもありまして、カラーバリエーション2種類、厚みは4ミリということで少し薄めになっております。6ミリマットが主流というかスタンダードマットというふうに言われまして、割といろいろなスタイルのヨガに対して使いやすいと言われているんですけれども、薄手のものの中でもまた主流の 3.5 ミリマットですね、こちらよりは少し気持ち厚みがあるのかなといったところなんですけれども、まあ差はたったの 0.5 ミリですので、使用感にそんなに差があるのかといったらそんなにもないかと思います。先ほど出してみたばっかりなんですけれども、ちょっと先が丸まってますね。早速触り心地ですね、柔らかいです。この柔らかい感じが私好きで、あ、本当に買ってよかったなというふうに思うんですけれども、同じように塩ビの素材とは言っても、やっぱりメーカーさんその商品によって触った感じのその食感って言いますかね、柔らかさ、硬さ、反発力があるか、それとも沈み込むような感じかっていう感触の違いって少しあるんですけれども、こちらはハガーマガーの商品とやはり同じように柔らかくしっとりと沈み込むような感じですね。で、グリップ力、特に薄手のマットほど手足が沈み込まないので、グリップ力、表面のその滑り止めをする力っていうのは非常に重要になってくると思うんですけれども、グリップ力バッチリです。機能性には大いに満足するところですね。で、先ほどですね、一番最初にこの隅っこのところにあるこのヨガアラという、遠いとあまり見えないですね、このラベルの部分をお見せしたんですけれども、ハガーマガーのマット、私持っております、ハガーマガーのものも同じようにこう端っこのところにブランドのラベルが入ってるんですけれども、ハガーマガーのものはこうシールタイプでペタッと貼ってあるだけなんですね。で、使ってるうちにやはりそのシールの接着の部分が劣化してきてラベルが剥がれてしまうと、ラベルが剥がれてしまうともうなんかね、ブランドのないマットみたいな風になってしまうので、そのハガーマガーというブランド、名だたるブランドだからこそその部分って結構大事なんじゃないかなと正直思っていたんですけれども、こちらはさすが日本のブランド、日本人の仕事ですね。きちんとミシンで縫ってあります。ですので接着剤の劣化によってこのラベルが剥がれてしまって、どこのマットぞというふうにならない、ヨガアラのマットだぞという
主張がいつまでも残りますね。マット自体の性能とは全然関係ないといえば関係ないことなんですけれども、そういう細かいところにやはりその日本人の仕事だなっていうのを感じてしまう私なのでした。これからいっぱい使い込んでいこうと思います。ヨガマットをご購入の際にまず厚さ、そして価格帯、ブランド、いろいろ迷われるかと思うんですけれども、できれば薄手のマットの方が持ち運びに便利だなとか、周りの人と被らないマットがいいな、ちょっと個性派がお好みのあなた、柄の出方は一枚一枚違うそうです。ぜひ手に取ってみてください。どうもありがとうございました。